い、皆様こんにちは、琴姫です。佐藤海比です。はい、今日いいお天気ですね。はい、すごいいい天気です。琴姫と佐藤海比さんはまたしても箱根の芦ノ湖に参りました。はい、今日今年のお正月特番でお届けしました箱根九頭龍神社さんの第2弾をお届けいたします。前回よりもさらにディズニー取材をしようと思っております。いや、でもよく晴れましたね。すごい晴れましたね。それとご覧ください、この足の子の美しさね。え、身も心も清められちゃいますよね。はい、空も雲が少なくて、箱根にしては珍しいぐらい天気がいいですね。そうですね、どうですか、佐藤先生、今日は龍神様はお空にいらっしゃるでしょうか。昨日が雨だったので、まあ出やすいでしょうね、この状態で。そうですね、今回はですね、芦ノ湖の湖畔にあります箱根九頭龍神社さんの本宮にお伺いいたします。はい、ちょっとサバイバルな感じですよね。ライフジャケット着てますから。今船に乗った時に船が傾いて一瞬びっくりしましたけど、今の芦ノ湖を九頭龍神社さん本宮に向かって私たちは行ってます。ちょっとスリルありますよね。九頭龍さんの鳥居が今見えますけれども、水中に立っている鳥居で神秘的な感じしますね。いよいよ到着いたしました箱根九頭龍神社さんの本宮です。さっき船の上からね見ていた鳥居をこちら側陸地から映して、すごい神秘的ですよね。はい、なんか厳島神社のちっちゃいバージョン。そうです、すごくありがたい気分になりますね。やっぱり九頭龍神社の神社の手前にちっちゃいんですけども、弁天さんがやっぱり祀られているので。そうなんです、そうなんですね。私と佐藤海比さんは今弁天様ですか。はい、すぐくぐってくるとまず弁天様があって、弁天様のところにこう脇道がこうちっちゃくあるんですけど、湖の中に入ってる、ここがさっき湖のところにあった鳥居から真正面の参道になるんですよね。今ちょっとカメラさんに撮ってもらったんですけれども、小さい階段がありますよね。はい、湖の中に、つながってる階段があって、本当に真正面に鳥居があって、あ、ね、この弁天様の真後ろに九頭龍神社がある。いよいよ箱根九頭龍神社さん本宮の鳥居をくぐらせていただきます。はい、お参りに行きたいと思います。はい、ここの龍神様からお水いただくんですけど、この龍神様は生きてらっしゃるみたく見えますけど、ここは生きがいいですね。そう思いますか。湖水を見ると素晴らしいですね。また一段とね。そうです。もうなんかこうなんかね、この弁天様の後ろになってるんですけど、これもまた不思議な雰囲気で、そうですね、なんかこうちっちゃな庭園の中が、あるような感じになってるので、なかなかこういう場所はないと思いますね。
九頭龍神社さん本宮からずっと散歩道を歩いてウグイスの声を聞きながら白龍神社さんにやってまいりました、はい、ここが白龍神社さんの入り口です、はいはい、白龍神社参道って書いてありますね、はいはい、エヴァに今ね、琴姫チャンネルファミリー、はい、ファミリー開運上昇をお願いいたしました、はい、ただいまからこの大きな絵馬と小さな絵馬をこうやって持ってご神木のところを琴姫は3回ワンワンのように回りに行きます、はい、あのご神木ちょっと斜めに、はい、伸びている、伸びていらして、はい、下の方ちょっとこう植物生えてません、はい、ここからね、なんででも3回回るんでしょうかね、なんででしょうね、一回3回参りました、はい、これがあの白龍神社さんの、そうですね、お社っていうか、お社ですね、はい、石でできてますね、はい、はい、珍しいんですよね、なんかこうやっぱり水上にあるので、あの風化しないようにっていう形で作られてるんだと思うんですけれども、はい、あの独特のお社なんですよね、はい、じゃあただいまからね、お参りさせていただこうと思います、拍手、そしてさっき言ったように心の中で唱えます、はい、今ね、はい、九頭龍神社さんの本宮様から、またお船に乗せてもらって帰ってきました、ね、帰ってきました、寒かったでした、寒いです、かなり寒くて水しぶきを上げながら、上げながら、あの足の子をずっと帰ってきたんですけれども、途中でね、すごい龍神雲がまた出てました。出てましたよね。で今回の龍神雲はものすごい長い龍神雲が出ていて、とってもありがたかったんですけど、どうですか、あの龍神様があれはよく来たねって言ってくださった。まあ出てきましたね。ああそうなんですね。いや嬉しいですよね。あの全国なんかこうやって、あのいろいろ佐藤先生と神社に行っていろんな龍神様にお会いしたらすごいいいかなと思ってるんですけどね。うん、これからも琴姫と佐藤海士先生のこの神社参り、それから龍神様探しを続けていきたいと思います、はい、ここのあの船宿さんはとっても良心的な船宿さんで、あの、まあ、プロだから当然ですけど、とっても上手なの運転で、それでとっても親切な船頭さんでした、はい、よかったです、よかったです、はい。